こんにちは、億万長者合宿で、今日はね、できることをやれば良いだけっていうテーマで吉谷さんお話してくださったんで、私もそれに返す意味でね、お話しようかと思いますけども、まあ自己評価高いんですよね、みんな片っ端から。本当にね、あれができない、これができないって言ってる人は自己評価高いんですよ。もう慢心してるというかね、いい気になってると言ってもいいぐらいです。もうね、ここはね、深く掘り込んでめった落ちにしたいぐらい言いたいんですけども、それほど大した人間でしょうか、あなたはって感じなんですよ。うまくいくことしかやりたくないんですかとかね、やることなすことを正解じゃないと気が済まないんですかってことなんですよ。違うんですよ。ビジネスをするってことは、人前で恥をかくこともね、覚悟するわけですよ。責任を持って何かことにあたって結果が出なかった、その恥ずかしさ、それをね、真正面から受け止める覚悟がなければできないですよ。責任を回避するんではなくて、進んで責任を取っていくんですよね、人からお金をいただいてその人の結果にコミットするわけでしょ。もちろん怖いですよ。だってその人がサボるかもしれないんですよ。こちらのね、手落ちが全くないのに結果が出ないことでわめき立てることもいるかもしれないんですよ。それもでもね、自分の責任なんですよ。その人をその気にさせられなかった指導者の責任ですね。まあ、ですので、ある時は厳しく言わなければなりませんし、ある時は冷たく引き離さなければならないんですよ。そうすることがきっと、その非常の情っていうんですけどね、いつも手取り足取りではダメなんですよ。手取り足取りでうまくいく人はもう最初からうまくいきますから。だって最初から手取り足取りの方法を提案してるわけですから。でそもそもですね、この人についていったらなんとかなるかもしれないって思って入塾してるのに、入塾した瞬間この人についていこうって気持ちがないんですよね。だからそこから叩き直さないといけないんですよね。例えば他の塾ではこんなことやってます、この教材はどう思いますかと、未だに他のこと見てるんかいって話じゃないですか。あのね、成功するのにたくさんのルートはいらないんですよ。自分の持てる力、手持ちのカードをしっかりと使い切ればそれで十分です。なぜならビジネスってのは全て相対関係なんですよ。月収100万を目指している人が月収10万しか稼いでない人に教わると、月収100万いく可能性は低いですよ。でも月収1000万を突破した人にですね、まずは月収100万目指したいんですって言ってみたらどうでしょうか。かなり1000万の人は手持ちのカード持ってますよ。手の内明かしてくれますよ。まあそういう風になってきますね。で、何が言いたいかっていうと、私たちの挑戦は100発100中ではないんですよ。そこがだからね、高慢になるなっていう冒頭のお話になってきます。私たちは100個の挑戦をしてね、挑戦し続けて全部空振り、それはね、あり得るんですよ。当たり前なんですよ、それは。だって私たちは能力がそこまでないんですよ。だから自己評価を高くするなってこと、自己否定なんですよ。だってそうでしょ、今までね、あれこれ頑張ってきたけども、うだつが上がらないからここにいるわけじゃないですか。ということは、100発100中で俺は当たるんだとかね、ネットビジネスやったらこれは間違いないんだとかね、この商材やこのツールを買ったらもうそれでいいんだ、ピンときたんだっていうのは、それはすべからく間違いだってことなんですよ。でも間違いだと思っても目の前のことやっていくしかないじゃないですか。今までプログラミングやったことがなくてもプログラミングが稼げるって思うんだったら、それにね、やっぱ一心不乱打ち込むしかないわけですよ。他の方法を探してる暇ないですよ。そんな余裕はないと思いますよ。あれこれ探してベストだと思った道がそうじゃないからここにいるわけですよね。ということはですね、その進んだ道が正解であろうとなかろうと、それを使い切るしかないんですよ。だって他の人は使い切ってないですよ。すぐに諦める、すぐに別の道を探す。だからたまたま踏み入れたその道をしっかりと徹底的に追求するだけで、もう全てはね、開けるんですよ。まあそうじゃないですかね。少なくとも私自身とか私のところに集まって結果を出す人ってのはそれをやってますよね。徹底的にやり込んで、そこの中から自分の未知の部分をどんどんね、見つけて広げていくっていうことだと思います。そしてその、まあ童貞っていうかね、その道の途中では、自分のうまくいかないことにもうひるまないんですよ。だって私たちは波の人間ですよ。100発100中なわけないじゃないですか。100個トライしてほとんど外れるんですよ。ということはね、ベストの選択だと思ってベストじゃないことに日々気づく、発見する。だから自分の力量が測れていくんですよ。自分の
成功談を積み重ねて力量が分かるわけじゃなくて、自分の失敗を重ねるからだんだん絞れてくるんですよ、自分の最も強いハートのエースってやつがね。ハートのエースかどうか分かんないですけども、このカードなら勝てるっていうのが分かるんですよ。いろんなカード使って2でも8でも9でも負けたわけですよ、ね、だんだんどのカードだったら大体相手の出してくるのはこのぐらいだなっていうのが見えてきて、世の中のカードはそれほどキングとかエースばっかりじゃないなって分かるんですよ。逆に世の中の多くの人が持ってるカードってのは、まあよくて4、そのぐらいですよ。普通で3とかね。だから2とか3とか4ぐらいのしかしていないんですよ、世の中。本当ですよこれ。世の中に出てみてね、ほとんどの人はね、手持ちのカードは2、3、4です。勝てそうでしょ。なんで勝てないか、あなたが2なんですよ、常に2なんですよ。自分が2なんだから、だからほとんど負けるか相打ちなんですよ。ですんでね、自分が今まで開いたことのないカードを探していかないといけない。そうするとね、自分の手札の中に7っていうのがたまに出てくるんですよ。7でもう全敗、全勝します。7ぐらいで、まあ、ですんでね、そういうふうな、自分の勝負を全部勝つんではなくて、自分のカードが相手よりもたまに強いんですよ。それを探すためにやり続けていきましょうってことなんですけどね。だからできることをやるだけです。セミナーの例がありましたけども、セミナーで悩んでる方いますよね。どうしようかなって、自分そんなに上手じゃないんだけどなって、話すネタないんだけどなって、でも最初からやらないって決めてる人もいるんですよ。その人よりは勝ってますということなんですよね。じゃあ実際にやってみました。お客さん0人です。誰も来なかったです。でも実際やってみましたって人の方が やるかどうか悩んでる人よりは上ですよね。まあそういった形で全ては相対関係ありますので、まずは当たっていくことです。自分のカードがね、仮に2でもね、勝つ方法はあります。それは相手がカードすら出さない、手札のカードを使ってこないってことなんですよ。あなたの不戦勝です。いってらっしゃい。